自宅警備隊 NEET とは日本に存在する任意団体の名称。NEET は Not Employment i m b ド e d チームの略称である。スワットと似た黒ずくめの衣装と NEET と書かれたヘルメットに加え無線機、ガスガン、電動ガン、バズーカ、ガスマスク、バラクラバ、ゴーグル、防弾立て、防弾チョッキ、布団叩き等を装備し、コミックマーケットや、 ワンダーフェスティバル、ニコニコ超会議などの導入試即売会や各種イベントに参加している。彼らは雇われたり命令されたりすることなく、自宅や自身が守りたいものを自主的に守ることをポリシーに活動しており、自宅外でも秋葉原などでボランティア活動を行っていることがある。ただし実際に警備業務を行うものではなく、あくまでもパフォーマンスである。また彼らは、 同人誌の発行、販布も行っている。もともと2010年に同人サークルの売り子から始まったものが、2011年8月に開催されたコミックマーケットを機に徐々に隊員が増えていき2018年、現在は900人ほどの隊員が集まっている。中には外国人も含まれており、最初こそ一人のタイであったが、今や日本を中心に、 ドイツ、スイス、スウェーデン、イタリア、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、台湾、インドネシア対等と他国籍による全世界隊員、数千百名を超える隊員を要する団体となった。2013年7月30日には一陣社から自宅警備隊完全特本という書籍が出版され、自宅警備隊とはどのような人たちで、 どのような活動を行っているのかが記述されている。また、書籍の売り上げは、同人誌の売り上げとともに、東日本大震災の義援金として寄付されている。敵対組織として、武装職アンヘルアワークが存在しているが、両団体で何かしらのトラブルや対立が起きているわけではなく、あくまで設定上の敵対組織である。事実同人誌即売会では販売ブースの都合などで、 相互に、同人誌の販売を委託し合うほか、両者とも、構想内容を同人誌に掲載しているなど、内面では協力関係にある。2016年頃からおそ松さんや、ガブリールドロップアウト、エヴァンゲリオン、ひもの妹、うまるちゃん、エロ漫画先生、ネトミツルのすすめ、私に天使が迷いた。とうとの公式コラボも行うなど、 自宅警備隊の活躍の幅は徐々に広がってきている。注釈出展ウィキメディアコモンズには自宅警備隊 NEET に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。